6月14日、ホテルニューオータニにおいてフィリピン独立記念日のパーティーが開かれ、笹川会長も静江夫人、笹川陽平、全国モーターボート競争会連合会副会長を伴って出席、関係者にお祝いの言葉を述べられました。